東京理科大学3年建築学科塚本です。よろしくお願いします。では早速デジタルスタジオ第2課題 NEST のキャプチャリングを行いたいと思います。今日のテーマが NEST ということで、何かものを敷き詰めることが課題となっているのですが、今日私はある一体の中に球を敷き詰めようと考えました。しかし球を敷き詰めるにあたって立体の空間領域が定義がとても難しく、僕の力ではまだできなかったので、それに近い少し趣旨とはずれてしまうんですが、その方法に極力近く立体に球を詰めていくという方法を僕なりに考えて挑戦してみました。その方法なんですが、まず立体の物体をバウンダリングボックスで領域を定義してあげて、そしてコンターで領域を定義コンターで切り断面を出します。そしてコンターの間隔と同じ直径の玉をその断面に敷き詰めていくという工程で今回やっていきます。それが積み上がっていくとこのようなイメージになります。そして今回なんですが、まだスクリプトが完全ではなく、途中までしかできないのですが、途中までの工程を見せていきたいと思います。ではまず好きな立体を作ります。そしてこのスクリプトを走らせてみます。そうしていくと、まず物体を選択してくださいと出てくるので、物体を選択してあげると、バウンダリングボックスで領域が定義され、次にここでコンターの間隔を決めることができます。で、1で選択してあげると、このように間隔が1の状態でコンターが切られます。そして本当はここからこの曲線を選択してあげることで、そこに球が敷き詰められていくということなんですが、そこまでまあできていないのが現状です。で、できるとなるとこのようになります。で、ちゃんとした趣旨とは違って、球がぎゅうぎゅうに敷き詰められるということではないのですが、この前段階のステップなのではないかと考えています。これで第2課題 NEST のキャプチャリングを終わらせていただきます。ありがとうございました。